こんにちは、MB です。今日は10月2日発売 MB アイテムの紹介です。10月2日はたくさん発売があります。まずミスターハーフジップドライバーズニット税込み27,000円、こちらですね、人気のドライバーズニットをウール 100% の本格的な素材で作ってみました。それ以外にもミスターベルテッドパンツ税込みで11,000円です。こちら、イージーケアでシワがつきにくくオールシーズン対応の、落ち感のあるスラックス作りました。ミスターベーシック LS T シャツ税込み5,400円、これ究極のカット層だと思ってますけど、5,400円、税込み5,400円で去年の高級コットンを使ったカット層です。シワがつきにくくイージーケア、これめちゃめちゃリピート率高いアイテムです。後で解説します。それ以外にもミスターレザーミニショルダーバッグ税込み9,900円、アンダー1万円ですけど本革でしっかり作りました。メゾンブランドみたいな作りになってるので、こちらも、人気の商品、 ZOZO で人気だった商品ですけど再発売します。以上ですね、4つのアイテムを10月2日一気に発売します。はい、というわけで今日は MB アイテムの紹介です。ちょっと一つ一ついきましょう。ミスターハーフジップドライバーズニットなんですけれども、税込み27,000円です。ウール 100% で本格的なドライバーズニットを作ってみました。ドライバーズニットここ数年すごい人気ですね。去年一昨年ぐらいから、始まって、まあ、マルジェラも最近ドライバーズニット、名作のドライバーズニット復刻させてますけれども、まあ、あの辺のメゾンブランドと比べても見劣りしない素材感をということで、ガチで作り込んでみたのがこのアイテムです。もともとミスター、まあ、ミスターって僕 MB アイテムの中でも名義を変えてやってるんですけど、よりスタンダードなアイテムを出したいなっていう時にミスターっていう名義を使うことが多いんですけれども、今回スタンダードなデザインのドライバーズニットで、ミスター名義で作らさせていただいてます。ミスターはですね、日本のブランドアタッチメントデザイナー、元デザイナーさんですね、熊谷さんに、監修に入ってもらって、制作協力していただいてるし、生産背景もアタッチメントのものを使わせていただいてるので、かなりクオリティとしては高いです。で、生地感とかパターンもですね、アタッチメントと比べても見劣りしないものになっているので、その手のデザイン、ドメスティックなブランドのファンの方はですね、全然その超えた目も対応できるぐらいのクオリティになってるんじゃないかなというふうに思います。ウール100のやや厚めの、ミドルゲージのリブのニットになっています。シルエットはですね、肩がちょっと落ちていて身幅が結構広めのリラックスフィットのシルエットになってますが、あんまダボダボしているようなビッグサイズではないです。着用画像見てもらうと分かるんですけれども、程よいリラックス感になっていて、インナーでも使いやすくしてあります。で、首元なんですけど、ドライバーズニットって結構この辺難しいと思うんですよね。首高くするとちょっと窮屈になっちゃうし、締め付け強くしすぎるとやっぱり窮屈で着なくなっちゃうし、でも締め付け緩すぎてもだらしなく見えちゃうんですよ。ここのバランスがすごく難しくて、高すぎずに低すぎない、そしてきつすぎないっていうサイズ感で頑張って作ってみたので、この辺はねちょっとこう試してみてもらえればと思います。同じドライバーズニットの中でも他のブランドさんと比べてもかなりあのバランス取れてると思うので、高さもあんまり高くなりすぎずですね、いろんなシーンで使えるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひよかったらチェックしてみてください。普通このぐらいの価格だとアクリルとか入れるところが多いと思うんですけれども、ウール100です。ウール 100% で厚さも調節してあります。あんまり分厚すぎると真冬にしか使えなくて、薄すぎると春夏向けになっちゃうので、なかなか難しいところなんですけど、着回しやすさ重視してですね、厚さはほどほどに仕上げてあるので、あのジャケットの中に着るようなスタイリングでもいいですし、もちろん1枚でも着れるようにしてあります。で、袖先とか裾はですね、リブ甘めにしてあるんですけれども、あんまり甘めにしすぎるとちょっとなんかこうだらしないというか、ストリートに近いような雰囲気になってしまうので、裾とか袖先のリブは甘いんだけど緩めの作りなんだけど、ベロンベロンではなくてほんのりフィットするぐらいに仕上げてあるので、このほんのりフィットがポイントでですね、裾に関しては特にちょっとフィット感はあるので、あの丈を自由にいじれます。ちょっと短くしたりとか長くしたりとかっていうのができるので、この辺のあの裾のリブの感じとかもかなりこだわって何度かやり直して作ってみているので、ぜひあの期待してみてください。こちらあのミスターは全てそうなんですけど、生産販売になってます。いつも MB アイテムは受注生産で皆様からオーダーもらってから作るんですけれども、ミスターはですね、すでに在庫としてあるものを出しているので、このドライバーズはもしかしたら在庫足りないかもしれないです。結構最近ドライバーズニット人気なので、
需要に足りてない、供給量が足りてないのかもしれないんですけど、そしたらごめんなさいなんですけれども、ただその分ね、受注生産だと待つんだけど、ミスターはすぐ届くようになってるので、注文いただいてから2週間ぐらいで届けることができますので、ぜひ今の時期からすぐ使えるということで楽しみにしていてください。続いてベルテッドパンツですね。ベルト付きのパンツでございます。これがね、シルエットめちゃめちゃ綺麗なんですよ。こちらですね、ベルテッドパンツ、この黒とあとはブラウンですね、ダークブラウンの色を用意しました。これ着用画像を見てもらうと分かるんですけど、むちゃくちゃ形綺麗です。ウエスト周りがほんのり緩くなってて、裾にかけてシュッとこう結構大胆にテーパード入れててですね、すごい理想的なタックテーパードのシルエットじゃないかなと思います。タックに関しては結構深めに取ってるタックが2本入っております。こんな感じですね。で、トモジのベルト、同じ素材のベルトがそもそもついているので、ベルトもまあ困ることが特にないです。タックインしても様になるのでおすすめです。これ以前まで ZOZO で販売してました。同じ金額で ZOZO で販売してたんですけど、税込み1万1000円で、それの再販になっています。落ち感のある素材でですね、イージーケアでこれ、しかもシワがつきにくいです。ウールみたいなテロッとした素材感なんですけど、これ実はシワほとんどつかなくて、日常的にイージーケアで洗って、ケアすることができるので、使いやすいとは思います。で、太めに、パッと見た時は太めに感じるんですけど、裾はぐーっと細くしているので、ワイド初心者にもおすすめでございます。見ての通りですね、形すごく綺麗なので、いろんなコーディネートに合わせられると思いますし、生地的にですね、分厚い生地で作ってるわけではなくて、やや軽めの生地で作ってるので、シーズンレスで使えます。今からの時期でも使えますし、春、夏でもいけるかなって感じなので、トレンド感のある2タックのワイドテーパードの細身の形、でシーズンレスで使える。で、税込みで1万1000円。なかなかいい、条件揃ってんじゃないかなというふうに思ってます。で、レディースで見かけるようなとろみのある素材感にしてあるので、メンズではちょっと珍しい風合いになってます。逆に女の子がこれ履いても可愛いかなというふうに思うんですけど、このちょっとね、メンズライクなワイドのシルエットを、このとろみのあるレディースの素材で作るっていうのが、このアイテムのポイントだったので、非常にこう、ナイーブなワイドパンツになってると思います。すごくこう、上品な、メンズライクな感じではなくて、上品な、ワイドパンツに仕上がってると思うので、ぜひ試してみてください。そして今僕が着てるのもそうですけど、ミスターベーシック LS T シャツですね。長袖ですね。狂年素材の狂年っていうのは、糸をこう夜、こう糸ってこう夜じゃないですか。腕によりをかけての夜と一緒ですけど、こうねじれるというかね、ねじることを夜っていうんですけど、糸を強めによった狂年素材というんですけど、狂年って結構特殊な技術で、加工技術としてはすごく高いんですけど、日本が得意としてますね、狂年って。狂年の高級コットンを使ったカットソーです。これで税込み5400円。これは、リピートがめちゃくちゃ多いんですよ。リピート購入の方が多くて、最初軽い気持ちで1枚買ったら全色揃えたくなっちゃった。で、半袖買ったら長袖も欲しくなっちゃったって、買ってる人多分ほとんどリピートじゃないかなって思います。これ1枚で終わる人はほとんどいないんじゃないかなって、僕も全型持ってます。半袖も長袖も。触ればわかるんですけど、この光沢感と狂年特有のシャリ感は高級ブランドじゃないと見れないと思います。狂年の素材ってそもそも安いブランドあんまやらないんですよ、ね、コストがかかるから。で、狂年素材にするとこの独特のシャリ感が出るのと光沢感が出るのと、あと耐久性が上がります。あとはこれイージーケアでシワがつきにくくて、洗濯機で洗ってもハンガーでかけておくと勝手にシワ伸びます。そのぐらいもう使い勝手むちゃくちゃいいです。僕は半袖も長袖も大体これ着てますから、この YouTube、今までの YouTube 見返してもらうと分かるんですけど、ほとんどこれ着てると思います、僕。半袖だったり長袖だったりすると思うんですけど、これ累計3000枚以上売れてる大ヒット商品で、ただもう在庫がだいぶ少なくなってきちゃったんで、今回ある程度売れたら、もう本当はこれ売り切りでやめようかなと思ってたんですけど、今回売れたら継続して生産しようかなと思ってるので、今回の売り上げにかかってます。まあ別にね、僕同じものをずっとやり続けるって、スタンダードなものをずっとやり続けるっていうことは特に考えてないんで、リピートしなくてもいいかなって思ってたんですけど、あまりにもこう評判がいいので、最後今回境界線作ったので、ここを超えたら、この枚数を超えたら継続でやっていこうかなと思うので、ミスターのベーシックロンティ好きな方はぜひね、今回買っていただいて、継続するかしないかの瀬戸際だと思うので、よろしくお願いします。本当にこれは最強だと思います。ユニクロのカットソーもすごくいいけど、ユニクロのカットソーでは絶対に表現できない、出してないクオリティだと思うので、ちょっと騙されたと思ってこれ買ってみてください。多分これが僕のアイテムの入り口としては一番わかりやすいと思います。低価格で
クオリティが超高いっていう、この MB アイテムのなんかこう凝縮されたものだと思うので、ちょっと一回騙されたと思って、黒でもいいし、このグレージュでもいいし、白でもいいんですけど、サイズあればぜひチェックしてみてください。ちなみにサイズは僕175センチ64キロで、今回紹介してるやつは全部 M 着ています。で、これも M 着てますけど、まぁ、L 着るときもあるし、S 着るときもあるんで、割とまぁ全然その、どっちにしてもリラックスフィットなんで、そんなに気にならないんですけど、まぁ一応そんな感じのイメージだと思ってください。175センチ64キロ。で、普段、ユニクロだと僕 L サイズ着てますけど、それだと M、このミスターのこのロンティーだと M サイズって感じですね。最後こちら人気ですけども、ZOZO で人気だったミスターのレザーバッグ、本革ですね。本革のレザーミニショルダーバッグ、税込み9900円も、こちら再発売とさせていただきます。これも在庫そろそろなくなってきたので、今回でもしかしたら終わりかもしんないです。あ、まだもう一回ぐらいできるのかな。いや、でももう今回で終わりかなぐらいだと思いますけれども、最小限の収納なんですけれども、まあ、財布とかスマホとか入れるものですね。これね、バッグ、もちろんバッグとして使うものなんですけど、見てもらうと分かるんですけど、アウターの中に入れてちょっとこう見せるのがアクセントとしてめちゃくちゃいいです。で、メンズレディースでもこのデザインってよく見かけるとは思うんですけど、本革で1万円切ってるものはなかなかないんじゃないかなと思います。で、そういうブランドでもショルダーストラップちょっと安っぽいものが多いと思うんですけど、ショルダーストラップ結構頑張って開発してですね、デザインもこういうシルバー使ってる面白いデザインになってます。なのでメゾンブランドみたいな印象になってると思うのでおすすめです。まあ、ワンショルダーで使ってもいいし、斜め掛けにしてアウターの中に入れてもいいし、僕結構好きなのはこう手首に巻いてですね、手持ちでこうやって使ってあげるのも可愛いと思いますので、よかったら使ってみてください。まあ普通に財布スマホ入れる用、それプラスアクセサリーとしても使えると思いますので、ちょっとワンポイントアクセント入れるから黒もいいんですけど、実はこの辺の2色、ホワイト系とベージュ系、この2色がですね意外と使い勝手いいと思うので、ぜひ試してみてください。黒ももちろんおすすめですけどね、メンズレディース問わずありだと思います。はい、以上4方が、今週の10月2日発売ですね、10月2日発売のMB アイテムでございます。ぜひよかったらチェックしてみてください。ミスターはね、ほんとコスパがすごく良くて、で、作ってるのもアタッチメントの生産背景熊谷さんがバッグについてくださっているので、クオリティすごく高くてですね、お得なアイテムばかりだと思います。よかったら概要欄の方に今回紹介したアイテム URL 全部載せてありますので、10月2日9時から10月3日11時まで、約1日しか発売してないんですけれども、よかったらチェックしてみてください。で、今回は受注じゃなくて生産販売なので、購入すると2週間ぐらいで届けることができると思います。よかったらチェックしてみてください。ではまたお会いしましょう。エンビーでした。バイバイ。